俺はなんかそこのホテルとこに針刺して血抜くっていう人を言うて聞いたことある。おお。でそれお前血溜まってしょ。お前それ血は抜いて吹き出す人がええとか言って。おお。出てくるんだって。悪い血。おお。そうやな。でそんなわからん。わからへん俺らしいよ。お前抑えるしかできない。昼に座すか。そんなもんあるみたいで昼に座る。あの養殖昼よ。それ座すね。あれ悪い小さな水曜だよ、まあ、何でもかでもそう、そうだもうほらなんか探しするとこなんか誰がいるのかなベトナムの人かしら中国人かテレビで昼に座すねんて血、まあ、全然関係ない血水曜かもしれんなあいつのアホやから吸えたら何でもいいんだよまあ、あの休み家でじーっとしてるのはやっぱ用ないんやと思うわ気づかずにじーっとしてやっぱ俺 しんどうても自転車乗ってる方が調子ええもんやっぱり出かけてビーって自転車こいでちょっとマシなって言うか、うん、動いてる方がいいんだよ、うん、ああだめだここどまやからやっぱり冷えねえな、うん、ちょっとタコゲあーもう嫌になってくるわ年いたこんなんなんの思ったらもうこんなん久しぶりはこんな痛かったんクローンと変えるときになんか痛かった今やばいやばいあ、もう全部そうだな今日は3キロは使ってんな初めてじゃんいつも 2キロぐらいしか使ってへんような感じやん初めてこんなサビ行くの前にこの橋で細ダウン 2.7 キロとかなっちゃうけど細ダウンしようもんねそれで飯炊いてんのけ俺はあの湯炊いたりするそれハンゴちゃうやんハンゴする、うん、ハンゴちゃうけど、うん、中学の時使ってるやつやこれ何本してるのアルミなのかなこれアルミやろこれあ、いいかないや、アルミやもうあ、あれがアルミやろアルミあんま用ないって言ってるの体にもうそんなの言うと何にも使えへんのあるけどそれハンゴ水産あれアルミちゃんあれ鉄じゃん鉄なことはない鉄だともっと重たいわそうやなアルミ
アルミニアム。多分アルミニアム。が亜鉛かな。亜鉛の方で割れちゃうから。鉄は A っていうか、俺よ鉄飲んで、すき焼きのやつでよ料理するしな。慣れたらどうってことはならへんよ、ね、回転ができへんね、左に。これ左で慣れたらもう左利きの男にならへんからな。手を拾ってくれへん。すみません。フライロッドの左でやられたら楽なんちゃう。というわけで。ダブルハンドは左で。左の方が素直に投げられる。うん。あ、これ釣り上がんな。ねじるもんな。体上がんわ、やっぱり。でも明日までなってたら生きたなって感じやな。キャスティングはねじるもん。ねじるはダブルハンドで特にねじるは、まあダブルハンド明日は使わへんけどな、言ったとしても。シングルハンドやけど。左でも投げるな、左右。まあ、左の方でいらん力入らへん。そうやと思うわ。から、あの、素直に投げられるわ。難しいけど、そういうの。うまい、プロというか、うまい人は右も左も変わらない。左でも投げられるようにならなあかんねんけど、風がこっちから来た場合は左で投げる。こうやってで、こっちから風来たらこう上手く投げようわ。 DVD 見てるのプロはやっぱ上手いな。こういう動きができへんね、左では。細かい動きな、気食い出ちゃうから。こうやろ、こうできてる。なんかぎこちない、軽やかじゃない感じがする。慣れたらできんねやろな、これで。変なとこに力が入ってんじゃん。入ってんだよな、慣れてんし。まあ、ずっとこうやったら慣れるわよ。ビール巻くときは左やもん。こっちでキャストしてこうや。逆についてんやん。え？こう来て、これではせえへん。ああ、そうか、持ち替えんねやな。ルアーでもそうやもんな。投げて、左に持ち替えて、右で巻くの。ちょっとフライを入れちゃうね、こうやって。ここを引っ張って、こう合わせて、こっちで巻くね。こっちは慣れてんねん、もう。ほんま。はじめこうやって。でまあ、どっちでもいけねえけどな、もう。両方でできんのかな。できる、できる。両方でできるけど。左の方でやりやすいぞ、俺。